小学5年の時の担任の教師のいじめにあって、1学期の始めを最後に不登校になり、小学6年の時、山口市独自へ転居、中学の入学式、卒業式には出席、中学卒業と同時に大府市多々良へ転居、一人祖父母のいる実家へ戻る。本格的な引きこもり生活に突入していく。動けないまま10月、山口大学と宇部市が開催した引きこもり支援の市民公開講座です。どんな支え、本当に心に NPO 法人フラットコミュニティを主催する山口大学の山根俊恵教授が企画しました。シンポジウムに参加した藤井博さん、10代の頃からおよそ10年間引きこもりを経験しました。私は支援者だけど、当事者の声、本当に私がこういう支援していることが合ってるのか合ってないのか、それを彼から聞いて、間違いないんだなっていうので、二人三脚のようにですね、一緒に勉強会を作り上げてきました。フラットコミュニティの家族教室です。藤井さんは4年前からボランティアでフラットコミュニティの活動に参加しています。居場所がないとかいうのも、もうすごく聞いてて分かって、自分のかつてそうだったからっていうのも、家っていう家族っていうのがあるんですけど、だけど居場所がないっていうのは、言い方を変えれば居場所を感じられないですね。で、突き詰めて表現すると、自分でその納得できる力がまだないっていう、こんな自分でもいいんだっていうところにまだ来てないから、その感じることができないんですよね。自分が引きこもっていた時の心境を言葉にしていきます。その藤井さんの場合はどんな感じで外に出れたのかなっていうところがもし、自分でも何も考えてないってわけではなくて、部屋の中でずっといろいろとあれこれ、今の自分とかこの先の自分っていうのを常にぐる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 考え続けてて、それが行動に移せないとかっていう、そのいろんな感情が湧き上がってきて、それをそう相手にうまく伝えられないもどかしさみたいなものが、その少し感情的になってぶつかるっていうんですかね。だからちょっとしたその言葉にすぐに反応を示して、もう無視するとか、素っ気ない態度とかっていう、なんていうんですかね、怒りの感情、そっちの方がすごく強い。だからそれが物にあったりとか、ちょっときつめの言葉として、この両親がすごく近いので、言いやすいっていうところでぶつけてしまうっていう、これがもし第三者の全然知らない人だったら、ひょっとしたらその本人は少し距離を置いて、ちょっと遠慮気味に話をしたりとか、その両親とは全然違う反応があるのかもしれないですね。自分の場合がそうでしたから。藤井さんは親戚からの声かけによって部屋から出られるようになったといいます。引きこもっている子どもへの声かけの仕方をこうアドバイスします。あんまり神経質に、これ言ったらまずいのかな、こうせにいけんのかな、こうなのかなってなると、逆にその本人がそれを察してというか気づいて、これ計算してるなみたいなところで余計にこじれるというか、あまり腫れ物に触るようなっていうのは、ちょっと自分としてはクエスチョンで、短い言葉とかで声をかけるでもう十分、その積み重ねで自分はいいと思うんですけどね、自分がそうだったから。とにかく
俺は知らなくてもう疲れた、もう死にたい、死にたいとは言わなくて、俺を殺してくれって、そんなことできる、できないし、あなたの辛さは分かるけどみたいに言ったら、お前に辛さなんか分かるはずないやろが、そんな、じゃあ俺と変わってくれみたいなことを言って、まあ、あえて自分が当事者だった立場というか思いからすると、自分の思いとか考えがまとまらない、整理しづらい状態、まあ自分なりに頑張ってるっていうとこの表れで、すごく他人を気にしてる、で自分も気にしてるっていう、なんていうのかな、話すか殺してくれっていう言葉とは全然裏腹に、生きようとする意思が十分にあるっていうところで、まあ殺してくれとか、何もしたくないっていうのは言葉だけであって、本人はそんなことはしたくないというか望んでないし、まあ努力する心理っていうのが自分の中、その本人にあるっていう、もう何よりも証拠かなって思って、はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。とにかく藤井さんのおっしゃることがうちのこと全く同じなんです。だからこういうことを考えてるんだっていうことが手に取るように分かって、本人の口からは全然教えてもらえないことが藤井さんから教えていただいて、そうなんだってすごく納得できたり安心できたり、あんまりこう悲観的にならずに、楽しく、はい、喜んでるっていうか、嬉しいこととかあるとやっぱりその、本人にも伝わるので、はい、多少イライラしとったところが、まあ、少しちょっと本人も和むというかね、はい、感情はやっぱ伝染するので、はい、はい。なんか、はい、うっすよ。またお願いします。二次的にですね、うつ病になった。いつも藤井君が話している言葉には本当に力があり、引きこもっている姿を見せないお子さんがどんな状況なのかっていうことを、彼の言葉を通してご家族が向き合うことができたり、勇気をもらったり、まあ、そんな時間です。で、藤井さんはこの日、引きこもりから抜け出した時の体験を話しました。で、もうとにかくもう休む、徹底的に休んで、自分にこうプラスの言葉を言い聞かせるっていうか、もうそんな自分にもう無理しなくてももういいじゃんっていうふうに自分にこうつぶやくような感じで言ってたら、だんだんこう 肩の力がこう抜ける感じで、ふっと体が軽くなってくる感じで、で自分にもう独り言で、今日も大丈夫だな、いけるねっていうふうに自分で自分にこう言うっていうことをやっていって、そしたら家族、まあ、いる中でも普通にこう溶け込んでいけて、まあ、自分がこう戻っていったっていう感じで、そんな感じで、はい、行きました。今日は皆様本当にどうもありがとうございました。さまざまな壁を乗り越えてきた藤井さん。これからまだまだ新しい世界を見てみたいそうです。